あゆみさん、こんばんは。平均ゲーマーです。1ヶ月が経ってしまいましたもうやり方も完璧に忘れてるわ。ちょっとね、やっぱ大変ですよね、この時期ね。どうやってんだっけ。こうだ。そうそう、雪も降ったしさ、大量に。雪の警報出て外出禁止になりましたからね。とか、子供が学校行き始めて、今までコロナでずっと行ってなかったんですけど、行き始めて、自分が送り迎えしなきゃいけなかったりとか。まあいろいろあってね、ゲームがそんなにできなかったっていうのもあるんですわ。ね、悲しいですよね。でもやっとちょっと一段落してきて、またゲームができる状態になったんで、とりあえずスパイダーマンはね、ここまでやりましたから、終わらせましょう。手元にね、ゲームばっかりどんどん溜まってって、全然ね、できないんですね、ゲームがね。困ったもんですよ。さあ、スパイダーマンみたいにサクサク終わらせていきたいんですけど、こいつら悪いことばっかしやがって、しっぱれないように止めなきゃっつってるな。オッケー。デンジャー。これ撃っちゃダメだよ。これでいいの？あ、いった。これで。ああ、そっか。見てない時に倒せばいいんだ。思い出した。そうだぞ。こいつもいけんじゃん。セーフ。ああ、おお、かっこいい。あー、これありがたいな。でも操作教えてくれるめちゃくちゃいるし。タグ、あ、タグつけれるのか。全員にタグつけたらいいじゃん。ここにもいましたよ、さっき。違う、いたタグ、イエス。さっきセンスどうやってやった。あ、こうか。 R3 か。違う、こうか。いいのか。あ、いた。タグつけたい。ピッピッ、よし。これ全員いったんじゃないか。 OK。 あいつつけてないわ。 OK。 あそこにいるんだね、人が。これは一番いいのどうだろう。あの上かな、やっぱり。またびくしたバレたかと思ったよ。オッケー。これ。オッケー。イエス。もうリハビリテーションだな、これ。パー。あそこ二人いますね。こうか。あ、こうだわ。やばい。あ、デンジャー。これバレてないのか、これ。上にくっつけてやるやつはバレた。やばい。あ、イエス。でもサイレントにやれって言ってたのにダメじゃん。しょうがない。OK。おい、フィニッシュムーブ。久々にやったけど、やっぱグラフィックスすごいな。プライベートでね、もっぱらゲームする夜、期間はあったんですけど、もっぱらプレイステーション4のゲームをプレイステーション5でやるっていう。もう全然、プレイステーション5の、なんていうの、あれを活用しない。じゃあいいじゃん、プレステ4でっていうね。ことをやってたんですけど、これなんだっけな、なんかどうやって避けんだこれ。 OK。 あれ、なんかいたーった。あそこに一人いるな。なんだっけ、なんとかスマッシュ、どうやってやんだっけ。やられたやば。 OK、 戻ってきた。なんとか倒した。電車を戻さなきゃいけないんだな。
ちょっと待って、メテオスマッシュみたいなやつどうやってやるんだっけ。ちょっと待ってよ。これで、あ、ホールドドロー。全然覚えてない。が、この、避けるのは丸ですよね。とりあえず行こう。ひどいもんだよ。ゲームやってないと忘れるな。ちょっとリハビリやんないといけない、後で。これ、これやばい。OK。Tinkerer。Unk said that's their leader.かっこいいんだよな、ドクタードゥームみたいな感じで。壊れちゃった。電車を手動で直さなきゃいけない。それかウェブで。ターンテーブルみたいに。あれを引っ張ればいいのか。Find a way to line up three trains in front of access tunnel。アクセストンネルはこれですね。ってことは3台の電車。どうしたらいい？ああ、はい。はい。I need to line it up so it goes into the tunnel. トンネルに入るように全部を、並ばせなきゃいけない。これでいいんじゃないの？あ、あっちか。OK。楽勝じゃん。これこうだ。That works. よし。Almost there. あ、あの電車も落とさなきゃいけないってこと？こいつか。あ、違う。あ、そういうことだ。はい、OK。ラピッドタップ。ああ、わかったわかったわかった。そういうことか。OK。よし。で、もう一台。Underground looks up new form shipments, then kills the subways.Maybe they're trying to stop new form from reaching the city or what? 走れないのかこれスパイダーマン。え？走れないのかな。え、どうしろって？3台やれって言ってましたよね。もう1台どこにある？あー、これ敵倒せた。落とせた。そういうことだ。ごめんなさい、何をしなきゃいけないんだろう。あ、これ引っ張ればいいのか。OK。あぶねあ、わかったわかった、そういうことか。わかった。いいえ。あー、わかりました。3台やっぱり持ってこなきゃいけないんだ。だから、こいつを。やってで、こいつをスピンして、そういうことね。こいつを持ってこいよってことか。あ、でもこれダメ。あ、これいいか。 OK、 つこう。ほら、いけ。これスパイダーマンってほんと歩けないのか、走れないのかな。そんなアホな。よし、電車は戻したよと。電源 OK、 あそこだ。これを壊されてるね。ジェネレーターはついてるよと。あ、そうだ。L1 プラス三角だ。あ、四角だ。あ、三角、四角。ウェブが電気を通すから。あ、そうなの。 Use R to look at the generator。 OK、はい。L2 で M して。あ、そうなの。これ電気を通すんだ。リレー、リレー、リレーって何これ？あーあ、そういうことか。え、あ、これか。すごい、電気を雲が通るんだ。雲の糸が通るんだ。すごいね。あ、3台いっちゃった。直して。You have leaving the mission area. Please head back. Glad to help. If anything else comes up, just post a note in the app. また連絡しろよみたいなことがアプリで。まだお願いがあるんだ。やばい。大したことじゃないけど。え、何？
感謝したいのさ、俺の仕事を手伝ってくれたし、そっちに今向かいます。 OK、 これやっぱ60フレームは最高だな。気持ちいいね。あ、そういえばね、そう、俺もう1ヶ月ぐらい、ヨーロッパに着いたんだ。スパイダーマンのソロはどう？いいよ。まあ、やこやんちょっと待って。そう、1ヶ月ぐらい動画出してないのに、コメントをなんかくれた人たちが、まあ、いるんですよね、まだ。すげえありがたいんですけど。で、読んでたんですけどね。マイクのなんか、音、雑音が入るって言ってて。またこんな話してるけど。いっぱい連絡が来てるよ、アプリケーションに電車直したからっつってるな。まあ、なんかそれでね、音が雑音が入ってるみたいな言ってて、で俺もそれずっと実は気になってたんですけど、原因が分かんなかったんですよ。もう3人ぐらいかな、もっとかもしれない。それでなんでこのマイクの 音にね、いつもこうなんかなんだろう、雑音入ってるんだろうって思ってて、でもまあもう治んないんだろうと思ってたんですよ。もうこれの環境なのか何なのか分かんないけど、まあ理由があるんだろうと思ってて、それでいろいろまた記事をちょっと読み始めてみたらね、そのマイクのケーブルにモガミっていうブランドがあるって書いてあったんですよ。でそのモガミっていうブランドは、まあ分かる人は分かるかもしれませんけど、日本語の名前じゃないですか。まあ日本のブランドなんですね。でもう最高級のマイクケーブルなんですけど、これでその雑音がある場合は治るみたいなことが書いてあってね、どうでもいい話だけどね。それめちゃくちゃ高いんですわ。まあこれ日本で買ったらそうでもないんだけど、アメリカからすると輸入品になっちゃうんで、ちょっと値が張るんですね。普通のケーブル、マイクに挿すケーブルが、まあどうだろう、安いのでね、300円ぐらいから、まあ、1000円ちょっとぐらいで買えるのに、このモガミのやつは5000円ぐらいするんですね。それに変えたらね、雑音なくなったんで、ちょっとこの動画はその音を気にしながらちょっと見てほしいですね。マジでないですから本当に。へいへい、マックス来た。へい、当たんない。もうね、操作分かっちゃえばこっちのもんですよ。タッタッタッタ、お茶の子サイサイ、フィニッシュムーブ。はい、俺スパイダーマンの映画見てないんだよな。やばい、だっと危ない。ナイス。ホームカミング見てない。あのトビー・マグワイヤーのやつしか見てない。トビー・マグワイヤーか。あれ爆弾だったんだ。あれあれができない。こいつらいなくなんないな。はい、オッケー。あー、なんか誰が撃つんだ。もっと技覚えたいな。上のトラックにもっとあるんだ。どんだけ爆弾仕込むんだよこいつら。爆弾仕込みすぎだから。あ、やばい、上行けない。やばい、どんどんやばい、出てる。そっちじゃないんだ。あげだ、あげだ。でもスパイダーマンのウェブほんとすごいよな。電気も通すしさ、爆発もなんか抑えられるし。でもこれ、このスパイダーマンの場合って、なんだっけ、体から実際出してるわけじゃないんですよね。よくわかんないな。スパイダーマンもいろんな種類がいるっていう。確かにね、なんだろう、アメリカに初めて留学した時にスパイダーマンってやってたんですよね、テレビで。あれあれ、ああ、そういうことか。で、その時に、アニメよく見てましたけど、英語の勉強するためにね。あのピーター・パーカーは、確かになんか手にね、なんだろう、なんか、補充してましたね。懐かしい。よーく見てたわ。あ、
なんか強いの、あー来た、なんだこいつ、オーマイガーシュ、やばい、おー強い、うわーだって弱い俺が。オッケー、いいとこまで来てるような気がする。こいつら強い、早く溜まってくんないかな、ゲージ。あー、この腕のやつうざいな。オッケー、こいつやばい、えい、強い、オッケー、ナイス。あとはこいつら止めて、よし、やっとなんか戦い方ちょっと分かってきた感じするわ。もっと強くしなきゃダメだな。オッケー、よし、これ強いな。オッケー、危ねえ、ありがとう、やってくれてみたいなことか。でも日本住んでるとやっぱスパイダーマンってあんまりあれですよね。俺日本でスパイダーマンみんな言ってるの聞いて結構すごいなと思ったんだよね。大丈夫ですか、デイビスさん、ありがとう。あ、これだよ、渡したかったものが。1年間電車にタダで乗れるからよ。正しい名前で言ったよね、マイルス・モラレス。あ、行かなきゃ、あ、バレてたんだおじさんに。マイルス待てよ、昨日のニュースを見て思ったんだ。倒す、右から左へ敵を倒して。子供の時も早かったけど、もっと早くなったな。誰にも、あ、お母さんにも言わないからよ、君の。本当？ああ、約束さ。お父さんが見れば誇りに思うだろう。びっくりするんじゃないか。そりゃそうだろうね。他のスパイダーマンのために戦ってんのか。いや、休んでるだけさ。で、お前が担当してんのか今。ええ。お前の年の子でこんな責任すごいな。大丈夫さ、僕には。でも聞けよ。なんか大変なことになったら連絡しろ。助けてやるからよ。ありがとう。おじさん、ありがとう。いいね。自分がでもね、子供だった時はね、やっぱりタートルズですよ。スパイダーマンじゃなかったな。アニメやってたってのもあんのかな。スパイダーマンのアニメ、日本で見たことない、正直。ちょっと待てよ。マップ的な、これだ。何やろうかな。ストーリーやりたいですよね。ストーリー、違うな。これね、そうそう、これ見えなかったんですけど、押すでしょ、ボタン。そうすると、これいけるんですよ、こっからほら。しかも何分で終わるかも教えてくれるっていう。これ行きましょう。Spider-Man. Hey. Hey. Right here. Not you. お前じゃないよ、猫さ。本当の猫をスパイダーマンって呼んでんのさ。で、猫も取られちゃったスパイダーマン。マジで？どこに行ったか見た？パワーサブステーションに行くって言ってたな。何ブロックか先さ。見つけて猫を連れて帰ってくるよ。頼むよ。タバコ高いな。500円すんの今。5ドル49。俺がコンビニでバイトしてた頃はもっと安かったよ。まあなんだ。そうだから、タートルズでしたね。でもスパイダーマンのゲームとか日本でも結構売れてるんでしょ？って言いますよね。だから、この下に入んなきゃいけない。あそこか。あいっ！これいける？これパワーサブステーション。元気。あ、元気じゃない。Weird. You got my full attention. Watching through your live stream. 今、ガライブストリームで見てるよ。すごいね。ああ。
パワーステーションだから発電所みたいな感じか。トランスフォーマーを撃ってる。ボールテイクダウン取りたいんだけど。あ、え、あ、これこうか。これでもバレない。あれ、これどうやって登るの。あ、こうか。あ、あ、いますね、結構。で、1、1、1、2、3、4、5。あ、バレた。あ、バレた。そうだよね、それバレるよね。バレ、おい。OK、もうさっきよりね、操作分かってきたから、これもう負けないですよ。いい、来た。ダーン。おっほほっ。 64% に下がってるな。バックアップを探してくれよ。絶対これだろう。よし、猫探さないとっつって。あ、いた。スパイダーマン、この中へ。あーあー、そういうことか。あ、じゃ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 。ちょっと待ってよ。これでしょ。 I'm coming for you, Spider-Man. Hang tight. おお、何、スパイダーマンキスのあれできるんだ。おお、いいね。いいけど、ここに来たけど。あ、すげえ、いた。スパイダーマン、wait!いつも思うんだよな。よくあのメタルギアもそうですけど、こういうの出てくるじゃないですか。アメリカの通気口ってこんなでかくなってんのかな。このブロックに銀行があるんだ。電気がないってことはセキュリティがダウンする。そういうことが、銀行狙ってんのか。取られる前に止めようぜ。あ、スパイダーマンどこ行っちゃった。猫はまあ、まずこいつからだよな。バレる、バレた。あ、バレたわ。あ、マックス来た。おい。あー、こいつ硬いな。あ、大丈夫だ。はい。強す。てか、これめちゃくちゃ溜まるし強すぎるな。確かになんかね、あのブログじゃない、誰かの記事読んでたんですけど、オーバーパワーだっつって。これ確かにわかる気がするな。結構敵もタフですけどね。誰が、お、あ、こんなのあったんだ。エマージェンシーライトをつけて、もう一個のバックアップをチャージすれば電源が戻るはずだ。 OK。 やっぱりまあいますね。パワーステーションにこんなに人がいるなんてしょうね。こいつか。3、あ、4人。あ、うわ、めっちゃいるし。今度バレないようにやりたいな。これバレないでしょ。あ、来た、ほら。
いや、ホラー、ホラーっていうのはあるけど知るかって話だけど、こいつ大丈夫、デンジャーの時やっちゃいけないのか。あ、そういうことか。そっかそっか、デンジャーはバレますよって意味ね。これいけんじゃない。OK。 ちょっとステルス狙いたいな。これセーフ。この電、この電気を落とそうとしてる人たちはみんなセーフなのかな。あ、セーフだどんだけ没頭してんだよ。でもそれぐらいの人じゃないと多分あれね、こういうあの技術的なね人はちょっと没頭すると周りが見えなくなるっていう人が多い、俺もその一人だと思いますけど。できた。バックアップシステムはこれか。もう一個ジェネレーターがある。ボスの話をしてるぞ。誰かわかる？銀行を襲いたい人はいっぱいいるさ。まあわかるかなって思って。こいつを倒してブレーカーか。あれか、ブレーカー。わ、こいつ同化してる色と。まずこいつだろう、最初にね。あの音でバレそうだね。スパイダーマンのこと知ってるみたいだな、これを計画したやつは。あいつはデンジャー。来い来い来い。これ、あ、来た。やっとなんかシステムが分かってきた。こいつは、あ、デンジャー。来い。キャモン、ビーセーフ。こいつダメか。あ、あの上行ってるやつだな。あぶね。シューターで撃って、あいつ、あ、あいつ。めっちゃ楽だな、これ。あとは4人か。4人、まあ倒してもいいんだけど。ちょっと見つけてね。よしよし。あれをやろうとしたわけじゃないんだけど。まあいいや。あ、こいつ、こいつ、セーフなんない。なんないか。みんな上に、みんな上でバタバタしてるのに誰も気づかないっていう。どうしようかな。倒す、あ、あー、そういうことか。ダメじゃん。あ、こいつ、セーフなった。そうか、みんながあっち向いたからか。なるほどね。OK。この人、あれじゃないの？ダメ？他なんかインタラクトできるもんないかな？もう落とせるもんないか。さっきこれうまくやればな。多分できてたんだろうな。あ、いつ？あ、バレた！ダーン！ボケー！飛んでしまえ！オッケー。まあ楽しかったな。直せる？電源を持ってくるジェネレーター。このケーブルをたどれば、ここですね。ジェネレーター、ジェネレーター。でもこれなんだ。あ、ここら辺か。なんか赤くなってる。
あれ、あっちか。あー、なるほどね。OK。これで、あ、ついてない。待てよ、ジェネレーターの電源つけました。この上だ。ここだ。多分。違う。あー、なるほど。わかった。違う違う違う。あ、そういうことか。オッケー。うるさい。うるさい。あ、やばい。あ、スパイダーマン。スパイダーマン？かわいそう。お前には渡さねえぞっつってるな。あ、まおお。うわあ、みんな起きてきた。話が。おぶね。オッケー。見えてないうちにちょっと倒した。いた。ほら、このでかいやつ。これでかいやつ、あ、早い、たまんの。これ強すぎる、マジで。ボスが誰か教えろって。誰？これ強いな、ほんと。気持ちいい。あ、やばい。でもこのスマッシュでも死なない敵もなかなかタフですね。来い。うわー、こいつ強い。だい。いいな、俺猫飼いたいんだよな。でも嫁さんが猫はダメだって言ってんだ。犬もダメ。まあうちもいろいろ大変だから、ペット飼ってるあれないんだけど、ペットはもうほんと子供が増えるようなもんだって言ってるから嫁さん。確かにそうだなっつって。飼いたいな。あ、このシーンか。ロードが全くないよって言ってたの、すごいな。よし、猫貸してあげよう。猫と犬、俺猫がいいな。猫の動画見まくってるもん。おかげで猫の動画ばっか出てくる、 YouTube で。このシーンだな、デモでなんか見てたの。おう、どうした？なんだ？めっちゃ喜んでる。いいな、触りてえ猫。超触りてえ。いいな。めっちゃ泣いてるわ。タフなやつだったのに、猫の前だとメロメロって。よくある話さ。ありがとう。Of course. まあ、わかんなくもないな。OK。Hey man, any leads on who our cat? 誰が猫盗んだかわかったかい？関係ある問題をちょっと今調査してる。ハーレムコマーシャルストリップで強盗があるんだ。フィストノースでもね。アップに入れとく。OK。今ね、ちょっと、じゃあ、放送終わる前に話しますけど。あ、マイルズ、今日会うの私たち。テキスト戻ってきてないよ。あ、オッケー。ちょっと忙しくてさ。今自由だからどこ ?78 ストリート、ウエストなんとか。サイエンスセンター、科学センターの近く。遅くなんないでね。よし、ちょっといくつか話すか。まずね、ガソリンスタンドで買っちゃダメね。ガソリンスタンド普通のお店よりめちゃくちゃ物高いから。
これミルクなんか売ってますけど、もう超2倍ぐらいの値段しますよ。で、ジュースこれじゃない。俺が言いたいのはね、これあるでしょ、ガチャガチャみたいな。これ上多分スーパーボールだと思うんですけど、下これお菓子なんですよ。M&M's とかめっちゃ出かかってくるな。まああるんですけど、今ねもうこれダメですよ、コロナで全部撤去。多分コンビニ行ってもホットドッグとか売ってんのかな、コンビニっていうかガソリンスタンド。でもとにかく今はこのガチャガチャはないです、撤去。よし、あ、かわいいな、ゴロゴロ言ってる。さあ、ということでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。Peace out!